そこだな。こちらグスタフ、ゲザルシャフト号聞こえるか。はい、聞こえます。どうぞ。今サブゲート前だ。これからディグアウトに入る。心配するなとドロンに伝えてくれ。お兄様、大丈夫？グスタフの調子はどう？おお、トロンか。作戦はバッチリよ。グスタフの調子も上々だ。おめえの作ってくれたメカの調子が悪いわけがねえ。おめえは何にも心配せずに、そこでお宝の帰りを。ん？随分探したわ、ティーボーン。あたしの顔覚えてる？そう、ロース一家のグライド様よ。わざわざあたしがこんなとこまで押しかけた理由、わかってるわね。ちょっと待って。ロースに借りた金ならすぐに返す。この仕事が片付いたら、まとまった金が手に入るんだよ。何を悠長なこと言ってんの。返済期限はとうに過ぎてるのよ。今すぐ返してちょうだい。年貢の納め時ってやつさ。オッケー。だからちょっとだけ待ってくれって。黙らっしゃい。こうなったら非常手段で、あんたの体で返してもらうわ。あたしと一緒に来てちょうだい。さあ。どうしたの？お兄様、何かあったの？トロン、ちょっとしたトラブルに巻き込まれちまったようだ。だが心配するな、すぐに戻るからな。仕方ないわね。少し遊んであげましょう。さ、どこからでもかかってらっしゃい。お兄様！ちょっとしたトラブルって言ってたけど、うん、考えてても仕方ないわ。とにかく通信があった場所に行って調べてみなきゃ。ディハン、聞こえる？ドラッヘで出撃するわよ。私についてグスタフの捜索。残りの子たちは通常配置 C で待機。わかった？ライダー！わーい、出撃だー。
てちゃわかんないでしょ。お兄様たちはどうしたの。くよくよ、みんなやられちゃいました。ディーゼル様も、坊様も連れて行かれちゃいました。連れてかれたって、誰に、なんで。ロス一家です。借金を返せないのなら体で返せって言ってました。借金、そんな話聞いたことないわ。お兄様ったら私たちに心配かけまいと、一人でそんな苦労を。とにかくゲセルシャフトに戻ってお兄様たちを連れ戻す手を考えなきゃ。行くわよ、あなたたち。レジャー、クシュー。遅いわね、あの子たち。探し物一つするのにどれだけ時間かかってんのよ。ん？トロン様、見つけました。見つけました。もう遅いのよ、早くこっちにちょうだい。うん、これがそうね。お兄様が借りたお金のことが書いてあるわ。なんて書いてあるんですか？読んでください。借用書、ティーゼルボーン殿、あなたは100万ゼニーをロース財閥より借り受けたことを。え？や、100万ゼニーですって？すごい大金じゃないの。お兄様ったら、こんな大金何に使ったのよ。ん？そういえばこの日付、ゲゼルシャフト号を作ってた頃だわ。お兄様、金はいくらでもあるぜなんて言って高いパーツをいっぱい買ってきてくれてたけど。トロン様、今日の晩ご飯、ティーゼル様と坊様の分どうしましょう。今日はいらない。でもね、いつ帰ってきてもいいようにちゃんと用意だけはしとくのよ。私が借金を返してお兄様やボンを連れ戻すんだから。レジャー！